フェルスタッペンが、まあ、フェルスタッペンもその、ターン1の事故に関してはもう完全にもらい事故なんで、どうしようもないですよね。シルバーストーンとか去年のサヒールグランプリとかは、要するに自分がターンインする前に起きてることだから、あとはどっちにライン取ることも、どっちに減速することもできたよねっていう状況だったから、もうちょっと避け方とかあったんじゃないかと思ったけど、今回に関してはもうターンインしてる途中で、コーナリング中に横から来てるんで、それはもうどうしようもないですからね、ドライバーとしては。だから、今回に関しては本当にしょうがないと思うんですけど、その壊れたマシンで、だいぶ苦労しながらも、まあ、こういう状態ですね、ペレスはね。右側のバージボードとポッドフィンまだこのギザギザのやつ残ってたんですけど、もうそれだけプラプラの状態で残っててもしょうがないから、もうチームがそれは逆に外しましたよね。外した状態で走ってましたね。で、あとはフロアのエッジの部分。あ、これちょっと画像あったんですよ。これがもうこういう状態でね、全部外した状態でポッドフィンから取って走ってましたけど。あ、これ修理中のね、様子ですね。上から見ると。まあ、ここの、左側はバージボード全部残ってますけど、右側何もないっていうね。まあ今バージボードっていうかもう、こうウィングですからね。整流フィンですからね。これが全部、乱れた空気と、綺麗な空気と分けて、外側と内側に分けるんで、それがもう何も分けられない。フロントサスペンションとか、まあ、ノーズの脇とかでこう、ぐちゃぐちゃになった空気も一緒に後ろにバーってきちゃうっていうところで、難しいですよね。だからこの、ポッドフィンのこのギザギザは最初残ってたんですけど、実際にはこれもう外して走ってましたよね。で、バージボードも全部ないし、で、このフロアのエッジの部分もね、これちゃったんで、ここに本当はこの、こういうね、フィンがついてて、これが、フロアのエッジの部分にエアカーテンを作って、フロアの内側とフロアの外側で、まあ、気流を分けるっていう効果を発揮するんで、まあ、それもなくなっちゃうし、だからまあ、要するに、フロアの下から空気ダダ漏れ状態になっちゃうわけですよね。だからバージボードで、前から来る空気を分けるってこともできないし、フロアのエッジにエアカーテン作るってこともできないし、まあ、すごい、リアのグリップ、右側だけリアのグリップがすごい少ないっていう状態になっちゃうわけですよね。だから、車体の左側はちゃんとダウンフォース出るんだけど、右側が全然ブレーキ、ダウンフォースないっていうことで、それもリアだけね、ないっていうことで、だから、最初はだからブレーキングがもう肩引きみたいな状態になってて、とにかくもうロックしまくってましたよね。フェルスタッペンをしてもロックしまくってて、要するにもうハードブレーキング、いつも通りガーンって踏んじゃうともう片方だけダウンフォースないからスポーンっていっちゃうっていう状態になってたんで、もうハードブレーキングをしないで、でもどこが限界かっていうことを探りながらフェルスタッペン走ってましたよね。で、当然その右と左のダウンフォース量が違うんで、右コーナーと左コーナーでオーバーステアとアンダーステアで全然違うっていう。真逆の特性になるっていうところで、もうマシンバランスどうって聞かれても、いやもうオーバーとアンダーだから何とも言いようがないしっていうね、ことを言ってましたけど、まあ、本当にだからドライブしづらい状態だったと思うんですけど、だから普通だったらもうはっきり言ってリタイアする、状態ですよね。でもそれでも根性で走り続けて、で、しかもその走りづらい車の特性を習熟していって、まあそれこそ第一スティントハミルトンと同じで、割とミックの後ろでずっとね、我慢して走ってたけど、途中からは、えいって抜いていったじゃないですか。だからある程度車が軽くなってきたところと、あとタイヤ交換のたんびに、その、右と左のね、タイヤの内圧変えて、というかダウンフォースレベルの差をなるべくその均一化する、全体のトータルのグリップとして、ダウンフォースレベルがバランスある、ずれてるんだけど、今度タイヤ側のメカニカルグリップでバランス取り直して、まあ少しでもその、アンバランス差を軽減するっていうようなことを、やったと思うんですけど、それはっきり聞いてないですけど、まあ、普通やると思うので、当然燃料が軽くなってくれば、もう少し車的にも楽になるしっていうところで、第2スティントからこう、徐々にプッシュしていって、で、まあ最後の最後、ハミルトンと同じで2ストップに切り替えて、ミディアムタイヤの、威力を使って、前のリカルドを抜く。で、ギリギリ10位に入る。まあ結果的にフェッテルが失格になれば9位に繰り上がるんですけど、まあ、ギリギリ、その、時点では10位に這い上がってポイントを取る。もうとにかくその執念ですよね。ノーポイントはしたくないと。1ポイントでも取りたいっていう執念で、最後まで走ったっていう。まあ、まさしく途中でリタイアしててもおかしくない車だったと思いますけど、それは本当に見事だったなと思います。だからフェルスタッペンのレースにもちゃんとその、称賛すべきだと思うし、リカルドもその、
一周目の事故で当てられてて、マシンにダメージを負ってたんで、まあ、最後もうタイヤ全然ダメになってましたけどね。リカルドも途中2ストップにしようかみたいな話を検討してましたけどね。だからそれをしてたらまたちょっと違ったかもしれないけど、なかなか、リカルドも厳しい状況の中頑張ったけど、フェルスタッペンが最後には勝ったということですね。まあでも、ラッセルとか、最後結構いいとこまで追いついてたんですけどね。角田くんがいて、ラティフィーがいて、ラッセルがいてっていうところまで最後ギリギリまで来てたんで、割とあと何週かあったらもうちょっとポジション上がったかもっていうところでさえありましたけどね。あとはパワーエディットのダメージのことですけど、マックスの方は前回のそのシルバーストーンで、負ったダメージが、まあ、金曜、土曜大丈夫だったんですけど、予選走った後に見たら、まあ、マウントの部分、モノックにマウントする部分が、やっぱりちょっとクラックが入ってて、オイルがちょっと滲み出てるような状態だったっていうことで、ちょっとまあ、使えないよね、と。まあ、もしかしたらその、予選のパフォーマンスに関してはデータ上何も問題なかったらしいんで、もしかしたら決勝も走れたかもしれないけれど、まあちょっとそのね、普通に走れば3番グリッドからスタートして、普通に表彰台を取れるっていうレースだったんで、途中でエンジン壊れました、リタイアですってなるのはやっぱちょっと嫌なので、まあ安全策を取って3機目入れたっていうところですよね。1機目がまだ使えるので、1機目に戻すっていう手ももちろんあったんで、そうすれば3機目を入れなくてまだ済んだんですけど、で、2機目のそのクラックが入ったものも、今後まだ使い続けられる可能性はまだちょっとありますからね。なんだけれど、2機目と1機目って実はスペックが違うんですよね。2機目って信頼性目的の変更が多少入ってるやつなんで、予選を2機目で走って、で、クラックが見つかったからといって予選終わった後に1機目に戻すと、ピットレーンスタートになっちゃうんですよね。仕様が違うんで。だから、ま、今回はその3番グリッドスタートっていうのを捨てたくないから、じゃあもう3機目入れるしかないねっていうところで3機目入れたわけですけど、結果論から言うと別にスピットスタートでも一緒だったねみたいな、うーんっていう、ちょっとまあもったいないなーっていうところですね。で、まあその2機目のやつが使えるか使えないか、まあ使えると判断できても、まあ決勝では使えないでしょうけどね、もちろんフリー走行でまあ壊れるまで使うっていう感じになるとは思うんですけど、だからまだ終わったわけではないんですけど、まあそのクラックが入ってたっていうのもどれぐらいなのかちょっとわからないですからね。で、まあ、外から補修をして、要するに、まあ、燃焼とかではないから、クラック、その、モノコックにガショってこう、ボルトオンするんですよ、6箇所で。それの、まあ、ボルトの部分がちょっと割れてるってことだと思うので、それを外的にこう、補修をすることがどこまで許されるのかっていうのが、まあ、なんか、あればいいですけどね。それでフリー走行だけでも使えればいいですけど、まあ、でも、いずれにしても4機目っていうのは必要になるかもしれないですね。ペレスの方は、当てられて、これでドーンって当てられて、で、冷却水が漏れちゃって、結局ターン11の先まで行って止めてましたけど、冷却水がない状態で走り続けてしまったんで、まあ、PU のダメージっていうのも、まあ、データ上、テレメトリー上でももう出てたっていうことなんで、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなってことを田辺さんおっしゃってましたね。なので、まあ、ペレスの方も、次3機目を入れるということは、まあ、実質1期、3期目で、残りの12戦戦うというのはちょっと難しいので、まあやっぱり4期目入れなきゃいけないかなっていうとこですよね。ただその、マックスにしても、チェコにしても、多分言ってるのは ICE の部分だけなので、それ以外のターボとか H とか K とかはそのまま生きてれば、まあ生きてるでしょうけどね、それなりに。それを使って ICE だけ4機目を入れるっていうこともできるので、まあそうすれば、通常のその規定数超えの初回ペナルティの5グリッドと、ICE4 機目で5グリッドっていう、まあ合計10グリッド降格で済むので、まあレース失ったわけじゃないですよね。10グリッド降格だけだったら、まあ、ポールポジション取ってれば、11番グリッドからスタートできるんで。まあ、仮にその4機目、じゃあもう全部入れるわっていうことで、もう、パワーユニット丸ごと入れちゃって、最後尾からスタートっていうのも、まあ、ありっちゃありですけどね。例えば、去年とか一昨年とか、レッドブルがもう、まさにレッドブル自ら言ってたことですけど、別にロシアで別に最後尾スタートになっても、5周ぐらいで戻ってこれるしっていう。まあ、実際2018年のルノーの時にレッドブルはそれやってるんで、
ロシアで最後尾スタートで、5周目ぐらいにはもう5位ぐらいまで上がってるっていう、中団グループ全員抜いてるっていうことをやってるんで、ロシアみたいに抜きやすいサーキットでやれば、意外とそのグリッド降格ペナルティは、それほど重くならないんじゃないかっていう気はしないでもないですね。もしくはまあボッタスがグリッド降格になるスパでやっちゃうっていう手もありますけど、とにかく抜きやすいサーキットであれば、そこまで大きな、例えばレース丸ごと失うっていうことにはならないし、まあなんやかんやその中団グループ、今ちょっと2018年とは状況違って中団グループも早いんで難しいところありますけど、最近のレッドブルはまあストレートスピードを速くするっていう戦い方ができるので、オーバーテイクに関してはロシアとか抜きやすいサーキットであればそんなに不利にはならないんじゃないかなという気がするし、逆にその4機目を使うということは、4機目入れれば残りのレース、マイレージ的にはメルセデスより有利になるんですよね。メルセデスは当然その3機で23戦を戦う。つまり1機あたり8戦戦わなきゃいけないんですけど、まあ本田さんその2機目が今だいたい4レース終わったところで壊れちゃったんで、フェルスタッペンの場合は。ハンガリーグランプリ戦ってないから、ポール・リカール、シュタイヤーマルク、オーストリア、シルバーストーンの4戦で、潰れちゃったんで、8戦使ううちの4戦で潰れたってことはまあ 0.5。気分し、失ったわけですけど、マイレージ的には。まあ、そう考えると、まあ、4期というか、実質 3.5 期で23戦戦うっていう計算になるから、まあ、残りその12戦、まあ、ハンガリーをもう常に戦ってるから、13戦を2期で戦うって考えると、1期あたり 6.5 戦でしょ？だから、1期で8戦走らなきゃいけないメルセデスに対して、1期で 6.5 戦でいいホンダは、ちょっとプッシュして使うこともできると思うので、まあ、あまりネガティブに考えてもこの状況変わらないから、だったら4機目使ってバリバリプッシュして使ってやろうぜっていう考え方は別にできると思うんで、それが結果論としてアドバンテージになる可能性は意外とあるんじゃないかなと僕は思ったりしてるんですけどね。石橋を叩いて渡る田辺さんがどうするかわかんないですけど、まあ僕だったらそうするかな。まあ僕はホンダの人じゃないのでわかりませんけど。そういう考え方もあるので、そんなにむちゃくちゃ悲観するような状況じゃないかもしれないとは思います。なんだったらその、4機目を投入することのマイレージ的なアドバンテージがあるのであれば、下手したらメルセデスも、レッドブルがその4機目投入してペナルティ取るレースで一緒に投入してくるってこともあるんじゃないですか。で、2チーム揃って、最後尾からスタートするみたいな。ロシアとか。そうなったら意外と面白いなと思うんですけど、なんかまあ、そんな可能性もなきにしもあらずっていうぐらい、割と、マイレージ的なアドバンテージが得られる気はしますけどね。もちろん、最後尾グリッドスタートっていうところを取ってまで得るようなものではないけれど、もちろん。何もなければそんなことをわざわざしたくないところではあるけれど、今の状況の中で考えると、まあ、それこそ ICE だけ変えたとしても、ICE がま、基本的には一番ダメージ食らう、そのマイレージ的にね、パワー出したいところですから、マイレージ的に余裕があればパワーが出せるところなので、せめて使えばパワーが出せるところだから、ICE だけ4機目入れても、で、10グリッド降格でやっても、意外とアドバンテージはあるような気がしますね。で、そのレースもともとじゃあ、優勝は難しくて3位だなと思ってたら、別に何もそれは損しなかったことになりますからね。